そうだよ、始まりました、むちゃちゃんで。さあ、はい、今回ですね、いっぱいいるなんか喋ってどなたたちですか？経済学部のですね、東京大学の推薦の人間が3人おります。はい、すごい、統治？東京大学ですね、経済学部に推薦で合格した方がなんと3人もいらっしゃるということで、どういう感じなのかっていうとね、ちょっと聞いていきたい。え、学年は同じなんですか？そうですね、みんな1年、はい、みんな1年。はい、みんな同じサークルってこと？いやー、そういうわけじゃなくて、そういうわけじゃなくて、ただ推薦の人が集まったりっていう機会が多いんで。あ、なるほど。それでみんな仲いい感じですね。なるほど、はい、じゃあどういう感じなのかちょっとずつ自己紹介してください。はい、はい、いいですか？あ、どうぞ。奈良県民のですね、下村と申します。私はですね、趣味として散歩が大好きでございまして、おじさんやおばさんのところへ行ってですね、こうこんにちはって言っておしゃべりするのが大変好きな人間で、そういった話をですね、推薦の時にも話しましたと、まあ、そういった人間でございます。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、はい、じゃあ続いて、長崎県の対馬から来ました、黒岩と言います。はい、自分はゲーム理論とかマーケットデザインに興味があって、で、そういったことを推薦で話して受かりました。よろしくお願いします。おお、そして、はい、神奈川県の池田青と申します。僕はですね、まあ、高校時代から投資とかに興味を持っていて、まあ、投資関連のコンテストに出たりですとか、まあ、あるいはそのビジネスコンテストだったりにも出た、まあ、そういった実績を、まあ、推薦の面接の方で話して合格することができたという感じになります。という3人に集まっていただきまして、聞いていきたいと思うんですけど、まずその形式とかってどういう風になってるんですか、推薦って？どうぞ。3人そうです。紙みたいなのを書くんですね、うん、そこに志望動機でありますとか、高校で何をしてたかっていうようなことを、まあ、書く紙がありますと、うん、でそれに加えて症状ですとかっていうのを自由に提出してくださいねみたいな感じのやつがあって、まあ、それが一次審査なんですね、うん、で、二次審査っていうのが面接になってまして、教授3人ぐらい、私の場合は3人でしたけれども、その前でいろいろとおしゃべりをするというような、そういった形でございます。なるほど。じゃあそれぞれ書類どんなのを書いて、どんなやつを集めたんですか？ジンヨさん、誰から？じゃあ僕から行く。僕はですね、ESG っていうエンバイロメント、ソーシャル、ガバナンスの頭文字を取った言葉が、まあ、投資界隈ですごいホットになっていて、そこをどうやって定量化していくかみたいなことを研究したいっていうので主に、書類書きました。まあ、実際ですね、ESG って大企業であっても、ここに木を植えたら環境に良さそうとか感覚で行われてることもすごい多くて、じゃあそれ問題だなって投資活動してて思ったので、じゃあそれを経済学の統計的手法を使ってどうやって定量化していくかみたいなところを研究するっていったところを、先行研究と対比してこういう風に進めていきたいみたいなところでちょっと書いて、出した感じになります。なるほど。で、その時に出した資格的なやつは何を出したの？そうですね、僕の場合まず一番大きいのは日経ストックリーグっていう、日本経済新聞社が主催している投資コンテストがあるんですけど、まあ、そこで一応高校生ナンバーワンに当たる高校部門優秀賞っていうのをいただいて、まあ、それでやっぱり投資に対する知識がありますよみたいなところを出したっていう感じですかね。まあ、あとは種々のビジネスコンテストでもちょっとずつ賞をいただいたりとかしていますので、そういったものを全体として出したって感じですかね。なるほど。じゃあ対馬唯一の東大。自分はそうですね、その書類に書いたこととしては、エコノミクス甲子園っていう経済のクイズ大会があって、うん、全国大会に出た時に全国の高校生と会うんですけど、その教育格差っていうのを実感しまして、でそれをゲーム理論っていうところ、マーケットデザインとかそういった部分を通して、社会全体の制度改革を通じて、そういった社会問題ですね、教育格差とかそういったのを解決していきたいっていうふうに書いて書類が通りました、うん、資格はどんな？資格、そうですね、実績としてはエコノミス甲子園であったりとか、言語学オリンピックで銅賞をいただきまして、経営学検定であったりとか、中小企業診断試験っていうのも1科目だけ受かったんで、それも書きました。なるほど。って感じです、うん、じゃあ奈良のお散歩は？お散歩、まあ、お散歩のことを書いたんですけれども、私お酒は飲まないですね、もちろん未成年なんで、ですけれども、こう立ち飲みとかに行っておっちゃんとおしゃべりするっていうようなことをようやっとったわけですよね。そういったコミュニケーションが好きなんですよね、うん、でそういったことを守りたいというふうに考えとるわけです。それとですね、そういったところに行くとよくわからない経済活動が行われてるわけですよね。お隣の人におごってあげるとか、全く新しい初対面なのにものすごい親しくお話してると、まあ、そういったところで経済学と人との関係っていうところを調べたいなっていうふうに考えて、そういった書類は出しました。で、何資格とかを出したんですか？
資格は英検は2級を出しましたけれども。お2級で英語か。そうなんですよ。まあ、なんで英語のことは何も聞かれなかったんですけれども、そうそう。あとはビジネスコンテストで地域の話をいろいろ書いたっていう、そのお散歩と絡めて提案したやつでグランプリを取ったみたいな話と、あとちょっと日本数学エリンピアドっても大会があるんですけれども、社会問題の数字を用いて解決するみたいなやつなんですけれども、それである程度賞をいただいたっていう話であったりとか、あとは高校の時に統計を使って少々やっておりましたんで、それで作った論文みたいなのを提出するっていう形でやったんですけれども、私一人でやったわけではないんで、お友達の皆さんには感謝しかないなっていうふうには思っております。なるほど。で、お互いは絶対知らなかったんですか、もう高校時代。全然完全に。なるほど。じゃあ同じ大会で一緒になるとか一切なかったわけですね。ない、僕たちはないけど、そういう人もいます、うん、いるんですね、うん、なるほど。どうやって推薦、この東大の推薦受けようって決めたんですか。どうやって知って、どうやってここにたどり着いたのか、うん、そうですね、まあ、僕の場合はもう高2の二者面談だったかな、先生と全くもって進路決まってない状態で、ワンチャン会うなら東大推薦いけんじゃないみたいな感じでちょっとそそのかされて。あ、言われたんですね、先生。そうですね、そこで教えてもらってなかったの完全に知らないような、そもそも東大に推薦あるって知ってる人ってなかなか少ないのかなっていうふうに思うんですけど、そこで興味持って、でもその時って具体的に実績がすごいあったかっていうと全くそんなこともなくて、まあ強いてなら一応生徒会長やってたんですけど、まあそういったところが響くんじゃないのっていうふうに言われたぐらいだったんですよね。なんですけど、そこから新たにそのために実績を作ろうとしてたわけでもなく、ただ普通に高校生活を送ってたって言ったところなんですけれども、やっぱり結局のところ自分自身が投資だったり企業だったり興味持ってたから、こういう結果がついてきたのかなって思ってて、一般自体は受けようと思ってたんです。そうですよね。なるほど。共通テストありますからね、どちらにせよ。あ、そうです、そうです。この推薦って言ってもね、できなきゃいけない。なるほど、そういうのがきっかけで。そうですね、きっかけはちょっとしたところから、うん、どうやって知ったんですか、島から。僕は本当にたまたまですよ、なんかネットニュースで、うん、たまたま東大推薦うんじゃらかんじゃらみたいな感じがあったん でそれ見て、東大に推薦ってあるの思うじゃないですか、うん、なんでそれでいろいろ調べてって、まあ、自分経済興味あるから、うん、あ、経済どんなのだろうって見てみたら、いけんじゃないかなと思ったんですよ、うん、その時高校1年生だったんで、うん、3年間使えばどうにかなるだろうっていう発想に至りまして、うん、まあうまくいかなかったんですけど、うん、高3出すかって、でもネットでは一応調べたわけですか、こういう人がいるとか、こういうのをみんな出してるとかっていうの。なるほど、そういうのでやったんですね。どうやって見つけたんですか。散歩してたら誰かがやっぱり推薦いけんの。そういうわけじゃないんですよ。私が推薦受けようって決めたのは高3の10月なんですよね。11月に書類を出しますんで、1ヶ月前に決めたんですけれども、それまでずっと京都大学に行こうと思ってましたし、で前期試験も京都大学で出願してるっていうような状況 で担任からどうせ合格の確率が上がるんやったらもう1個受けたらみたいな雰囲気で言われましたんで、じゃあまあやってみるかって感じで、知らん間にここにいました。知らん間じゃないけどね。なんで大会とかって全部前にやってて、もうそういえばいろいろやったかとか散歩もしてたかみたいな、まあそんな感じなんですよね。一般は考えてた。一応考えてました。一般の東大も考えて勉強してたわけですね。はい、なるほど。受けて、じゃあいよいよ面接ですよ。二次試験どうだったのか。それぞれ同じだったんですか、違ったりしたんですか。割と形式とか同じだけど内容は割とバラバラ。集団面接。いや、個人。個人。あ、1対1。はい、ちょっとどんなんだったのかを聞かれたこととか、これやんなきゃいけなかったみたいなのをちょっと教えてください。2部屋あるんですよね。2部屋で随分様式が異なるっていうようなことがあるみたいなんで、それだけお伝えをしておきます。内容もう詳しくですから、それぞれがどっちの部屋だっていうのを、はい、下さんから行くんじゃなかったの。まあ、僕の場合は ESG の研究をしたいって言ったところも書類で出してたんで、その ESG の内容について踏み込んで質問されたっていう感じです。まあ、例えばとある論文があるっていうのを、まあ、教授が紹介してきて、まあ、そこでは選挙で男性と女性の議員の比率を1対1にしたところ、ある国で格段に政治の質が上がりました、なぜでしょうみたいな質問が出されたんですよ。なぜだと思います。なぜだと思います。そこの地域が分かる中で、それも想像しなきゃいけないってことですね。そうです。なるほど。どう答えますよ、散歩さん。散歩さん、散歩の下村です。一応なんかお互いに刺激が与えられたんじゃないですか。なるほど。いろんな考えが
それぞれ違うっていう、見方が違うっていうところで。なるほど。みたいなことを僕も答えたんですよ、同じ中で。そしたら、教授が、違う。なんでっていうふうに言って、圧迫みたいな感じで、おそらく多分役割分けして、まあ、演技みたいな感じでやってるのかなと思うんですけど、そこで詰め寄られて、僕がたまたま答えられたのは、男性と女性に同じように優秀な人が分布していると仮定し、かつ優秀な順に選ばれると仮定するならば、議員比率って人口の男女比率と同じになるはずじゃないですか。ここは大体1対1だから、結局その理想の形に近づいたんじゃないですかっていうふうに言ったんですね。たまたまあの答えが合ってて、教授の方興味示してくれたっていうか、なんかこんな感じだった人が、おっみたいな感じで言ってくれて、これ勝ったと思ったんですけど、まあでもそれって結局、おそらくそれって運よく当たっただけなんですよね。でも結局違う答え言ったとしても、多分それに論理がついていれば、多分評価してくれる。本当の答えなんかないですからね。そうです。まあたまたま本当運よく答えられたので、まあよっしゃーって思ったんですけど、うん、でもなんだろう、思考の過程をどう説明するかみたいなところを見てる面接なのかなっていうふうに思いました。普通に口頭諮問とかもありました。ああ、じゃあやったわけですか、なんか問題。ホワイトボードが用意されてて、はい、解きながら解説するみたいな。何を解いたんですか？僕の場合数学の問題でした。数学の問題、僕は経済の推薦なんですけど、一般ではリーチで出してて。ああ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。そうなんです。なるほど。なので、数三の問題が出されて、普通に微分してとか、積分してとか、まあ、グラフ書いてみたいな、そういう問題だけでしたね。解けました？数学。理系だから。解かなきゃいけないところは解きました。で、なんか一問、もし大学数学をしてたら解いて、解けるよね、みたいな。でも、解けなくても全然いいよ、みたいな感じのがあって、そこはちょっと分かんなかった。ああ、なるほど。どうでしたか？つーちゃんは。スーちゃん、スーちゃん面接。自分のとこはまあ自分が経営学検定とか取ってたんで、うんうん、経済学の質問で言うと PS5 が品薄ですけど、なんでですかって聞かれて。ああ、プレイステーション。プレイステーション5。で、自分は変な答え言っちゃって、企業が恣意的にしてるんだみたいな。ああ、言っちゃって、それ違うんじゃないって。ああ、また同じような。同じ人だと同じパターン。メガネかけてた人。え、わかんない。え、左列？左列。左列。なら同じ。違うって言われて、違うって言われて、普通企業そんなこと考えるかって言われて、売りたいなら売れでしょって言われちゃったんですけど、で別の答え出したんですよ、その後。いやで、それ言われて、ああそうっすねって言ってて、じゃあなんでだと思うって言われたから、うん、いやーって言いよどんでたら、うん、あじゃあ正解言うねみたいな感じで、うん、で僕はその時点で、あ負けたわって思って、逆なんですよ。へ、ね、結局半導体が足りないからなんだよなんかみたいな。そりゃそうだろうとかいう回答が入ってきちゃった。そうか、そりゃそうだろう。で、数学は？数学は多分結構2回やってて、グラフ書いたり、うん、微分したり、積分したり、うん、で積分もなんか、なんだろう、積分の式を導出しなさいみたいな雰囲気の問題が出されてましたね、うん、で、できたんですか？積分の方は助けてもらいながらはできたんですけど、うん、グラフ書くのがヘンテコリンな、うんうん、グラフ書いちゃってできませんでした。じゃあもう終わった時はダメだって。あ、ダメだって思いました。へえー、なるほど、対照的。どうだったんですか？あの2人とは違う部屋なんですけれども、一つ挙げますと、うん、赤と緑の色を使った看板を売るとものすごく売り上げが上がったので、次も赤と緑の看板で行きましょうって言った従業員がクビになりました、うん、なんででしょうみたいな問題が書いてあるんですよ。で、その感と因果っていうのは違うからじゃないですかって言ったら、うん、グッジョブみたいな感じでクリスマスの色だからねっていう風に最後言われて、ああそうかっていうような感じで、なるほど、そのシーズンだったから、そうそう、他の要因があったのでっていうようなこととか、数学の問題も書かれたんですけど、何の今の話聞いてて、そんな難しいんやって思いましたね。サイコロ4つ振りますと、少なくとも1回1が出る確率はとか聞かれたんですよね。そうそう、辞書で考えたらええんちゃうんかなと思って、まあそれで答えて合ってるねとかいう感じだったんですけど、あ、じゃあ全然違う。そうそう、ホワイトボードにとか、ホワイトボードには書きました一応。書いた。そうそうそう。で説明して、そう説明して、それは最後に7から来てるんですけど、東京のお土産おすすめないですかっていうふうに聞きました。聞いたんだ。はい。書いてきたの。北のグッズショップで買ったらどうですかって言われましたね。はい。え、本郷？本郷。あ、本郷など。経済学部等でやるんですけど。はい。なるほどね。面白い。なるほど。そういう感じで。で、まあ、それで、受かったと思いました。思いませんでしたね。あの時、あれ言っといたらよかったな、とか、ずっと考えてましたね。面白い。それで、みんな受かって。
告白して、一人はよしやと思う、やっぱりやった。僕も多分ダメだろうなと思ってました。結局、多分どう考えても無理だろうみたいな感じになってて、数学のところでつまずいたの、おそらく求められる範囲ではないけど、でもそれがやっぱりすごい気になってたし、もう一般やるしかねえかみたいな。一般はね、まあ、それぞれ、ね、東大、京大だったら当然科目は全然問題なく。それで合格来て、どう思うよーってなりました。自分カフェテリアでいうところの外の食べるところで、うん、もうカフェテリアで言うところなの意味が分からんけどね。なんでカフェテリアで例えたの。私はモスバーがあるんですけど。すごい。そう、すごいでしょ。すごいマクドナルドないんだ。モスバーガーの外の席で食べてて、で、あ、発表の時間だ。友達と一緒に見て、で、合格。見て、おっとって。おっとって。それぐらいのテンション、お母さんにもなんか家みたいな、もう胴上げもんでしたか。僕は一般の2週間前ぐらいなんですよ。そう、受けるのすごいんですよ。そうなんです。だからもうダメだと思ってたんで、でも一般のところで多分英語だったと思うんですけど、うん、英語解いて時間だと思って落ちてるの確認しようかなって思ったら、うん、あれあるみたいな。で、最初の一言がえ、なんで落ちてると思ってたんで、本当に。立ち飲みの時でした。立ち飲み。一応学校で勉強してる時でしたね、おうおう、私も。ね、そろそろ時間やなと思って見たら、と思いましたね。あれと思ったんですけど、あ、よかったよかったと思って、その散歩してる饅頭屋のおばちゃんとか、寿司屋のおっちゃんとかに、よかったねって言って、回ってやって、えらい喜んでくれたんで、もうすごい嬉しかったですけど。ああ、そうよかったですね。今、いざ入ったとなると、まあ、いわゆる取れる科目が、別なんですよね。もう経済専門的だと取れるんですよね、入ってすぐ。証拠はできますけど、多分それに耐えうる知識を持ち合わせてないって。あ、そうなんだ。単位にならないってことだよね。そうなんです。学部によって違います。工学部とか単位として取れるみたいなところがあって、確か。へえ。一応ちょっとファクトチェックしててください。ファクトチェックのこと俺がめんどくさいわ。いや、分からないです、分からないです。それで、なるほどね。じゃあ確かにわざわざ取る気にならない、あんまね。単位だって普通の一般教養も取んなきゃいけないわけで。僕たち経済学部2に入るんですけど、文化2類は基本2年次が1年頑張ってほとんど授業取らなくていい、まあ、通称分ニートっていうのがあるんです。分ニート、はい、はい。その時間を使って3年の授業をいろいろ調講するみたいな人結構、うん、なるほど。そういうふうになるわけですね。では、皆さん受かっておすすめですか、ズバリ目指す人たちにちょっとお願いします。おすすめはします。なぜちょっと面接をクリアした人たち、毎回どっちから行くのっていう雰囲気が。なるほどね。で、僕から行く、おすすめします、うん、っていうのもやっぱりこの推薦でよかったんですけど、集まることとかもあるんですよね、うん、でそういった時にやっぱり話す人ってそれぞれ何らかの分野のプロフェッショナルなんですよ。今度は大事なとこ、はい、プロフェッショナルですね。プロフェッショナルなわけなんです、はい、そういう人と話すのってマジで面白いし、それってやっぱり推薦生だけのところなのかなと思ってます。なるほど。で、あともう一個言いたいのは、自分いけるかなとか思ってる人もためらわず出してほしいなってのは、僕たち実績とかいろいろ言ってるけど、うん、でもなんかそれって多分自分たちのこういう場だから、まあ自分たちのいいところを切り取って言ってるようなもんで、全員落ちたと思ってたしみたいなところあるから、だから結局それで実績何もないとか思わないでほしいなっていうのはすごい思います。なるほど。はい、はい、そうですね。もう自分も本当におすすめします。で、自分なんて、まあ、津島っていう遠い中から来てるんで、だからめちゃくちゃ地方の子でも自分の力を信じて計画的にやっていけば受かることは可能だっていう証明になってると思うんで、腐らずに頑張ってほしいな。腐らずに腐ることになっちゃって、腐ることになっちゃう。私も先ほど英検2級しか持ってないんですよっていう話しましたけど、やっぱりそこじゃないんですよね。自分で考えれるかなっていうところを見てる。もし目指されるんだったら、いろいろなことを興味持って考えられるのがいいんじゃないかなっていうふうには思います。それから先ほどもありましたけど、コミュニティが魅力的だなって思ってまして、みんなやっぱり変わってるんですよ。なんかポケモンの大会で世界で2番目になったとかいう人もいましたし、もちろん東大じゃないとそういう人たちと会えないってわけじゃないと思いますけど、一つの選択肢としていろんな人に会うっていうのが意味があることなんかなっていうふうには思います、うん、じゃあぜひ皆さんも挑戦してもらえればと思いますので、今回はですね、東大の推薦で経済学部に受かったお三方においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。